断で突入した傭兵を始末しろという話だったが、なるほど、突出した個人はもはや不要ということか。そしてあわよくば不穏分子も共倒れ、上の連中の考えそうなことだ。このラスティにはルビコンでなすべきことある。戦友、君はどうだ？踊らされるつもりもないが、いずれ避けては通れる道だ。行くぞ、戦友。互いが抹殺対象というわけか。まずは生き残れ。それがお前の今すべき仕事だ。変わらないな、君は。死ぬことも殺すことも恐れていないようだ。どうした敵に回すと実感するよ。君の強さと、そして危うさ。強さほど危ういものはないぞ。